京若優の B サイドユアライフ。9月24日の金曜日からの配信です。チルネロ若の優です。先週はスペシャルな生配信でお届けいたしまして、今週は録音です。安定の録音になっております。あきらさんどうも、先週はお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。なんか、はい、今週もなんかあれですね、目の前にいるような感じですね、ゆうか。そうなんですよね、いるんですよ。いつもね、いますね、それぞれ家でね、そうです、妹でやってるんですけど、なんかね、今回はいるんですよ。生配信が本当楽しかったから、うん、ついさっきみたいな感じがしますね。もう来週分も撮っちゃおうっていうことでね。生配信が終わった。まさかね、あとね、まだ寿司が目の前に寿司があるわけです。寿司はまだ、あります。名残がね、まだカピカピにもならない時間ですよ。そうなんですよね、うん、実はね、そうなんですけど、はいはいはい、楽しかったですよ。楽しかったですか。はい、うん、生配信やっぱりだってあんなにね、みんな集まってくれて、うん、チャットも盛り上がってね、いましたからすごい嬉しいですね。すごいですね。はい、楽しかったです。本当ありがとうございました。今回は決勝も発売になってね、1週間経ったっていう状況なんで。そうか。もうみんな感想とかも本当どんどん送ってもらえたら本当嬉しいですね。うん。そんな感じですけど、お若いのさ、うん、チェンヌルお若いのメールもいっぱいもらってたんですけど、うん、生配信で あんまり読めなかったんで、なんか考えてみたら、はい、そういうの読めばよかったですよね。そういうのもね、なんか余計な話いっぱいしましたよね。もう覚えてないもんね。さっきですよ、ついさっきのことなんだけど。何話したんだろうってちょっと私怖いもん今。ゆうちゃん、うん、私もです。パーってしたな。そう、なんかどうでもいい話したなっていうイメージはあるんですけども、うん、そうです。それあっという間に時間が経ってさ、そうそう、何の話したかは分からないんですよ。本当になんかね、うん、身のある話したのかなって思うね。してないですね。一回もしたことないけどね、 B サイの中ではないんだけど、8年やってますけどね。そう、今回ばかりは相当身がなかったんじゃないかなって思いつつですね、はい、今日もそんな調子で多分行くと思うんですけど。いいですか、うん、行ってみて。いいですよ。それではやっていきましょう。ゆうの B サイドユアライフ。学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。改めまして、チルノル若のゆうです。ですね、はい、メールいただいておりましてですね、はい、ラジオネーム焼かれそばさん、ありがとうございます。待ちに待った決勝発売日に無事届いて早速聞きました。ありがとうございます。ありがとうございます。前作サピエントはシンプルでざっくりとした円空の彫刻みたいな趣のサウンドだったんです。円空の彫刻。円空ってね、なんかこの、はい、なんか放浪の物資みたいなね、はい、こうあれです、仏様が彫るね、はい、方なんですよ。鎌倉時代の人かな、はいはいはい、なんですけども、あの国宝ですよこれ、なんか今残ってるやつよね、はい、すごい高いきました、円空の彫刻みたいな、はい、今回は打って変わってアレンジとミックスがとても凝ってるなぁと感じました、うん、お若いの MC でゆうさんが言ってた通り、ライブとは全く印象が違いますね、うん、ちょっと良い目のヘッドホンで聞き込んで、音空間のどの辺にどんな音が置いてあるのか探すのが楽しいです。まだまだ新しい発見がありそうなのでヘビロテします。すごくよく言っていただいてね。だしこのさ、このなんですか、書いてあることが2ですよね、うん、本当そうですね。ね、あの音空間のどの辺にどんな音が置いてあるのか、お、何ですかそれは。ちょっとかっこよすぎるんだけど、そう言い回しがね、うん、でもなんかやっぱりその作り手はそういうことをやっぱ意識して作ってるわけなんですもんね。そうですよ、うん、そういうところ注目してちゃんとね、うん、聞き込んでもらえるの嬉しいですよ。いや嬉しいですね、はい、焼かれそば
やかれそば。ね、焼きそばじゃないんですよ。やっかれそばさんね。はい。ネーミングもね、ツーですね。ツーですね。すいません。はい、というわけで、こんな感じで録音なんですが、今回も B サイ最後までよろしく。ホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ B サイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなど様々なコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。ユーの B サイドユアライフということなんですが、9月5日に行われた、うん、ごめんなさい、その前に一ついいですか。はい。円空は鎌倉じゃなくて江戸前期だったそうです。ああ、ええ、ちょっと間違ってましたか。ちょっと間違ってました。情報がちょっと100年いや何百年か間違ってました。やっぱりそばさん違うなって思ってたかもね。あ、そう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 、うん、うん、そうじゃねえんだよなってよかったね、訂正できて。よかったです。はい、すいません、500年ほど間違えました。失礼いたしました。はい、それで9月5日にね、うん、チリヌロ若いボリューム8が行われまして、うん、感想をいただいてるんですよね。感想ね、いただいておりますよ。はい、京都府のペンネームムックさん、お若いボリューム8配信で参加させていただきました。ありがとうございます。ゆーちゃん、またいい曲作りましたね。ちょっと私が演技を ね入れてますけれども、はい、どの曲も心に刺さり、またお若にどんどん惹かれ、めっちゃ好きになっていきました。嬉しいです。2はね、ちっちゃな2がね、はい、7つありますからね、多分こんぐらいだと思いますけれども、ちなみに私のお気に入りは結晶とサイレントです、うん、素敵な曲を作り続けてくれて本当に感謝していますということ。ありがとうございます。いただいております。はい、嬉しいです。千葉県マスリーダーさん、お若い来ました。ありがとう。自身、今年初の生ライブ。うん、あ、この方はね、いらっしゃったんだね。ありがとうございます。うん、ステージに上がるお三方を見るや、熱い思いが込み上げてまいりました。うん、ニューアルバム、結晶を全曲披露されましたが、お若の良さを最大限に凝縮された素晴らしいアルバムと思います。結晶の賜物です。うん、結晶の賜物です。うん。どういうことだろうな、まあ、結晶の賜物なんです、ね、うん、はい、うん、有観客の機会が少ないこともあり、例年通りのアルバム購入時のサイン入りポスター配布、うん、撮影会はなかったんですね。そうですね、うん、はい、まあなかったということなんですけども、これから寒くなるので腰に気をつけてくださいねということで最後、ありがとうございます、うん、まあまあこれはねしょうがないですからね、こういうご時世だからね。そうです、あんまりね、うん、配布物はね、うんうんうん、避けた方がいいっていうのもあったり、うん、まあまたこれ収まったらね、またそういう機会もあると思うんで。本当、ね、ありがとうございます。杉並区のラッシーさんね、はい、初めてメールしますって。ありがとう。高校生の時に557188と出会い、うん、今もゆうさんの曲を聴き続けられていることを本当に嬉しく思います。いや、ありがたいですね。先日のお若いとても素晴らしかったです。うん、生まれて初めて整理番号1番を手にし、すごい、ありがたいことに最前列でライブを楽しませていただきました。私はギターを弾けず、演奏についても全く素人ですが、実際に目の前で演奏をしながら歌う姿に、こんなにも大変な作業をいつもされていたんだと、うん、改めてプロの凄さに衝撃を受けました。いつもイヤホンで聴いている音楽を全身で感じることができ、本当に幸せな時間でした。結晶今毎日聴いておりますと、うん、で最近テレワークのお供に有才を第1回から聞いているのですが、はい、目の前で演奏しながら歌っている方と有才の方が同一人物ということが、うん、不思議でならず終盤の人だからでは有才とのオーバーラップに混乱した結果、うん、マスクの下で少し笑ってしまっている自分がいましたそういう意味で ねかっこいい演奏と、気張らずに聴ける有才とのギャップ、本当に魅力的です。どうか変わらずこのままで
まあね、最後にね質問があるんです、うん、単純に疑問があったことがあるので質問させていただきます、はい、でステージと客席との距離が、うん、まあ、近いなと思ったんですかね、この方は、うんうんうん、あの多分端こんなにも近いのかと思ったんでしょうね、うん、想像よりも。でどこを見たらいいのか分からず終始ドキドキしていました、うんうん、演奏されている方々からしたら気にならないもんなんでしょうか、どこを見たらいいんでしょうか。ああ、それはありますよね、まあ、多分お客さんってさ、まあ夜ね、目が合うと恥ずかしいとかそういうことでしょ、うん、そうですよ。でかといってなんかちょっとね下の方ばっかり見ててもあれですし、うん、足見てたら足べちかと思われちゃうかも嫌ですし、微妙にねどこ見ればいいんですかって。私はね、それ分かるから気持ちが、うん、はいはい、もう目が合うときっとみんな恥ずかしいと思うから、うんうん、私ほんと目を見ないようにしてますから、うん、大丈夫です。もうこっち見ても絶対目合いませんから。逆にね、逆に私合わせないようにしてるから。なるほど、うん、あの合わせに来ても、うん、合わせませんよ。私もずれてますから安心してください、合わせませんよ。合わせませんがということなんだね。そうなんですよ、だから、うん、気にせず、うん、こっちをガン見してもらって私は全然大丈夫なんで、はい、合わせませんからね、はい、そうですよ、面白いですねそれね。で他のアーティストの方は分かんないですけども、はい、特にお若はガン見していただいて結構。そうなんです、いうことでございます。恥ずかしがる必要は全くないです。どうでしたかお若い。お若いはね、もし、うん、まあ座って演奏して、はいはいはい、おっしゃってました、ね、で結局、うん、みんな立ってると、うん、座って足が演奏してるから、うん、見えない人続出じゃないですか。あ、そうか、もう高さ的にね、そう、うん、もうそれもそれでどうなんだろうっていうのもあったりして、うん、もうこれもう思い切って全員着席にしてもらったんです。あ、結局。あ、じゃあ今回着席だったんだ。そうです、全員椅子に座って見ていただいて、うん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 、だからみんなもうあんまりね騒いだりも声も出したりできないし、うん、みんなおとなしく見るしかなかったんですけど。でも逆にそのおとなしくっていうか落ち着いて見られるっていう、うん、いつものライブとはまたね違った形だからこそ発見があるんじゃないですか。そうですよね、すごく新鮮だったと思いますね。すごい冷静に演奏を見るみたいな、うんうんうん、そういうのもなかなかレアな出来事でありましたけど、まあ、何よりやっぱり開催できたことが良かったなって思います。あ、そうですね、いろんな意味でいい、ね、私の体調もあったし、うん、ご時世もねございますからね、あるし、うん、みんな無事でね帰られたと思うんで、そうそう、一人行方不明って嫌ですからね。ライブに行ったっきり行方不明なんですけど、そんなこともなかったと思うんでね。ないない、みんなちゃんとお家に、うん、お家に帰るまでがライブですからね。そうなんです、うん、もう私は本当に胸がいっぱいでした、本当に、ね、久々の有観客ワンマンっていうのもあって、うんうん、有観客ですね。そう、有観客ワンマンあって、うん、本当に嬉しかったですね。うん、まあね、また次ね、うん、またこういう風な形でね、どんどんできるようになるといいですね。本当そうです。うん、だそれまでに皆さんぜひね決勝をね、はい、聞いていただいて、聞いていただいて、とにかくみんな健康でね、うん、それまでいてもらいたいですね。はい。はい。いい番組じゃないですか。いい話になった。まだ横に寿司があるっていうね。あの日の寿司が、あの日の寿司がって、あの日の寿司がって1週間置きっぱなしみたいに聞こえますけどね。皆さんまだ30分しか経ってないんですよ、生配信からね。そうなんですよ、はい、来たばっかりの寿司がありますけど、はい、ありがとうございました。それではここで1曲お届けしたいと思います。チリヌルワカでファントム。Yeah.
アドレスは turbo-web.com。 もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。ユーの B サイドユアライフ。サタアガリクイーン。人生で一度は輝いた瞬間がみんなあると思いますので、そんな瞬間を送ってもらうコーナーです。広島県のポチョン君、あ、広島県のポチョン君、はい、今広島県っつっちゃったけどね。はい、私が小学生の時に授業の一環で俳句を作ったんですが、はい、これが多いお茶の俳句に入選したのです。おー、そんな小さな自慢を不意にしたくなりました。はい、あの時私は輝いていました。その俳句は教えてくれないの？それはね、うん、教えてくれないんですね。そうですか。あ、大江ちゃんのパッケージに掲載されたってことかな。うん、そうでしょうね。うん、これね、どれだけすごいか分かりますよ。うん、私もね、小学生の時に俳句をね、なんかで夏休みの思い出みたいのを書いて、うん、送ったらね、送ったって感じで学校に出したんですよ。うん、でそれをなんかそういう小学生俳句 大会みたいなのが新しくって、うん、学校側がね送ったんですって。うん、でそれで私ね入選したんですよ。さすが。でそれをね、なんかね本になるっていうんで本を買ったんです。千何百円の。はい、したら全国の俳句が何百も、うんうん、下手したら何千も載ってるんですよ。はいはいはい。でその中に、うん、アキラって書いてあるわけですよ。はいはい、一句と、うん、でもそのページに15人ぐらいいるわけですよ。埋もれてるの。埋もれてるっていうか、それでも入選なんですよ、それでね。うん、これかん今から考えると、うん、あれに載った人みんなあの本買いますよね。そうね、いい商売だなと思って。なるほどね、そういう商法かもしれない。わかんないですけどね。でもまあその時にやっぱ学校でそこにそれ行ったのは私だけだったから、うん、あの校長先生にね、うん、言われましたよ。へー、何年の何とか君が、正岡君がつって。素晴らしいじゃないですか。うん、だからそれからするとこの大井家に選ばれるっていうのはすごいんです。いや、もう全国からですよ。全国からで、しかも5区とか6区しか取ってないじゃないですか、うん、あのペットボトルの、うん、こっちは何百だからね。そうだね。ね、すごいね。それはすごい自慢ですね。はい、ポチョン君偉い。東京都杉並区のミスリルさん。はい。昔チェーン店の飲食店のホールでバイトをしていたのですが、はい、接客サービス個人部門で県内首位になったことがあります。でも仕事を頑張りすぎてストレスと店内の騒音で、耳が少しちょっと調子が悪くなってしまったので、うん、バイト辞めましたっていう。でもすげえ頑張ったんでしょうね。そうですね、真面目なんだろうな。しかもこう才能あるんでしょうね。そうですよね。これ接客サービス個人部門っていわゆるレストランとかファミレスとかで言うと、うん、ホールってやつですよね、はいはい、きっとね、はい、私ねファミレスでお皿洗いのバイトしたことあるんですよ、はい、高校生の時に、はい、でもうそっちは全然楽しかったんですけども、うん、ホールやってくんないかって言われて、うん、ホールの練習をしろって言われたんですけど、うん、なんですか、あのお盆持ってお皿を片手に3枚ぐらい乗っけるんですよ。うん、絶対無理と思って、うん、できませんっつってやめました。え、それ練習したらできるもんなのか。いやー、わかんない。確かにそんな感じだよね。そうだってお皿をさこう、うん、ね、いくつも持っていくじゃないですか、うんうんうん、だって一気に持っていくから怖いよね。怖い怖い。ね、私バイトとかね1回しかしたことないから。何でしたっけバイト。焼肉屋でね、うん、てか研修で終わったんですけど、本番1日だけやってもうやめちゃった。本番ってバイトの本番、本番、うん、それまで練習みたいな1週間ぐらい、うん、それはやっぱ接客ですか。そうですね、うん、運ぶ人。運ぶ人最初だってさ、うん、店の一番後ろに立たされて、うん、一番前に店長が立ってて、うん、ここに聞こえるようにいらっしゃいませっての10回ずつ言えみたいな、うん、そんな練習とかして、うん、
そんなことする？普通。いや、わかんないです。私も一回しかやったことないから、それが全てなんですよ、うん、接客っていうのは。はいはいはい。あとなんか、こちら何々の方になりますとか言っちゃうじゃん。はあ、はあ、何々の方になりますっていう言い方は間違ってるからって店長に言われて、うんうん、じゃあお手本見せるからっつって、うん、こちら何々の方になります。同じじゃない。言ったわけよ、店長が。えっと思ってちょっと、それ店長なりのユーモア、うん、違うんだよ、真面目にやってる。言い方の問題なんですか？わかんないの。こちらカルビの方になりますっていうそうこと。そう、カルビの方ってなんだよ、じゃあカルビじゃない方があるのかよみたいな。そうだからダメだよって言ったわけだ、うん、なのに自分が言っちゃってるから、もういつも言ってんだろうね。癖になって。それ鹿児島時代ですか？そうです。じゃあ、もう一枚いきましょうか。はい、千葉県の雨の日について、私の人生で輝いた数少ない出来事をご紹介します。はい。あれは小学4年生の珠算塾に通い始めたばかりのことです。そろばんね。はいはいはい。そろばん塾、親の勧めで大して習いたいわけでもなかったのです。ただ友達も行っているからという理由で通い始めました。3ヶ月目くらいだったでしょうか、検定試験を受けることになりました。まだ初級編の試験に臨んだ私は、日曜日に試験なんて嫌だなと思いながら、掛け算割り算見取り算というのを行い、その日を終えました。うん、数週間後、忘れた頃に検定試験の結果が、塾でおめでとう、満点合格だよと言われました。うん、各計算では80点以上で合格なのですが、うん、私は初めて受けた検定試験で全て100点で合格してしまった。すごいじゃん。その後しばらく周囲からは、これはそろばんの天才か、どれだけ上達するかといった目で見られてしまうような気がしました。うん、しかしその後は大して上達することもなく、小学校卒業と同時に、珠算塾からも卒業してしまいました。うん、私の輝いた一瞬です。まさにサッカー上がりクイーン。まさにそうですね。それはソロバンクイーン。ソロバンクイーン、うん、キングかもしれない。あるんだよね、そういうできちゃう時って。はい、なぜかね。うん、しかもそれが最初に来るとね、うん、もう困りますよね、逆にね。勘違いしちゃうパターンもあるしね、あるし、天才なんじゃないか。でも自分でもそのどうして取れたかもわからないですからね。なんかできちゃうみたいな。そう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 、私もサッカー上がりと一緒でさ。そうですよね。うん、でその後もずっとできるかっていうと、そうでもなかったりもしちゃいますよね。そうなんですよね。うん、なんか不思議な力発揮する瞬間があるんですよ、はい、人には。人には。うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、あれですね、またこういうね、うん、感じでね、逆上がりクイーンのエピソードをお待ちしておりますので、はい、お待ちしております。どんどん送ってください。送ってください。それではここでもう一曲をお届けしたいと思います。チリヌルワカでサイレント。企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい。 B サイト組んで新商品やメニューを開発したい。そんなあなたはメールで info@be-site.jp まで。ユーの B サイドユアライフ。
サイドユアライフ第429回目、そろそろお別れの時間です。今日はね、うん、対面での、そうですね、録音でね、なんか対面だとちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしがってる気づかなかったですけど、なんかちょっとやっぱりもうリモートの方が長くなっちゃったから、まあね、慣れてきたけど、うん、でもやっぱり対面の方が楽しいかな。何ですかこの倦怠感、倦怠地の夫婦みたいな会話ちょっと意見食い違ってみてさ、なんかやってみましょう。まあ、たまにはね、そうですね、こういうのもいいですよね、はい、たまにはこれが当たり前だったんですよね。そうなんですよね、なんか本当にちょっと変わっちゃいましたね。そうなんですよね。皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーはヒューマングランプリ、逆上がりクイーン、言いたいセリフを言う、3億円当たりました、お部屋探偵ホームズ、チリヌル赤の歌詞を自分なりに解釈していただくお証、夢、ドリーム、あとは新風、決勝の感想もお待ちしております。メールアドレスは u@bside.jp、 yu@b-side.jp、 番組ホームページの番組へのメールという画像とメールフォームになるので、そちらからもどんどん送ってください。それではお知らせなんですけれども、明日9月25日、荻窪ルースターで大根おろしというバンド名でライブをします。こちらは出演者それぞれが書き下ろした曲をやったりカバーをやったり、本当にレアな内容となっておりますので、本当にもう最初で最後かもしれないようなレアなライブになると思うので、うん、ぜひ遊びに来てください。なんで大根おろしか気になりますけどねもう書き下ろし、はい、という9月30日は下北沢クラブ Q で私が弾き語りします。ザ・グルーバーズの藤井和彦さん、ケメちゃん、そして私が出演します。ぜひぜひ有観客と配信になっておりますので遊びに来てください。そして配信もお願いします。次回は10月1日金曜日配信となっております。果たしてね、緊急事態宣言は解除になってるんですかね、その頃はって感じですか。そうか、まさにね、はい、その頃ですね。そうですね、はい、皆さんとにかく健康でいてもらいたいと思います。はい、今日もありがとうございました。チリヌル赤のユウでした。さよなら。